同時視聴休憩と称して休み、あ、天才耐久ってつけながら怒られちゃうかな。そう、歌謡祭ね、最初声かけていただいてたんですよ。誘ってもらってすごい嬉しかったんだけど、一応ね、運営さん的にはレドロちゃんの服でもなんか使っていいっていう風に御骨様が確認してくれて、御骨様にね誘っていただいて、運営的には大丈夫らしいんじゃが、あとはマサルの気持ち次第っていう感じなんじゃけど、どうかのって誘ってくれて。そう、俺レドロちゃんの衣装は10万人の 3D じゃないからさ、すごいすごい出たかったけど、俺あの言ってるじゃんね、レドロちゃんのお仕事以外では俺の 3D 使わないって決めてたから、自分のお披露目するまで。そう、自分のお披露目するまではレドロちゃんの衣装はレドロちゃんのお仕事の時にだけ着ますっていう風に自分で決めてたから、御事様にすっごいすっごいお誘い嬉しいんですけど、自分の中でちょっとルールを決めてて、なので今回はあの視聴者のみんなと一緒に楽しむ側の方 でお話しさせていただいてます。もう本当にね、御子様優しかった。そう、だからもしね来年あるならね、自分のねデフォルト衣装で行きたいねって。そう、ユニットだから別にレイドロちゃんで出れるならレイドロちゃんとして6人とかで出てもよかったのかもしれないんだけど、そうすると他のメンバーがさ、レイドロちゃんのユニット絶対ありきになっちゃって、もっとね他のユニットで出たかったとかあったりとかしたら申し訳なかったし、うん、自分の中のね線引きがねこんな感じだったので、俺のお披露目を待っててください。よいしょ、バーバー、待ってる、ありがとう、楽しみにしててください。寸法を測ってね、あの洋服縫い始めはしてもらったんだけど、今こんなご時世ですのでちょっと時間かかっちゃってて、本当はね年明けとかにお披露目できたらよかったんだけど、ちょっと伸びちゃってて、まあ、夏までにはお披露目できると俺は信じてるけど、春どうなんだろうな、ちょっと冬の間は難しそう。だから多分俺よりあの全然後に、うわバババババ10枚いった人たちのお披露目が先に来るんじゃないかな。ちょっとね、俺の洋服に使われている布が特殊らしく、チクチクしちゃって、試着した時に、うわ、誕生日までにねできるといいな。毛皮とかね、こう海外取り寄せだからね、この白いふわふわ、うわー、この毛皮は分からん、人工かもしれん、人工のふわふわかもしれないけど、バーチャル海外で丁寧に丁寧に作られている希少なふわふわらしい。うわー、ふわ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 フェンリルの尻尾の毛かもしれない、もしかしたら北欧神話の、あーあーババー伝説のね獣の毛皮だったら、まあ、そりゃお披露目までに時間かかりますわ。ゼウスのヒゲかもしれない、あ、かもしれない、スタッフが狩りに行ってるって、まあ今あのエニカラのスタッフが一生懸命ラグナロクに俺の衣装のためのふわふわを狩りに行ってくれて、ババッと違う、よかった、ここ引っかかって、ここは大ジャンプ、ここはふんわりジャンプ、うわババッ、ふんわりジャンプ、おいパパビッ、